まっすぐまっすぐまっすぐですね、もう見たまんま。よし、うわあ、ナイス、飛ぶね。だいぶスライスがきつい。はい、大丈夫、ラフです。飛びますな。僕 YouTube 始めるんですよ。何を、何やねん。天竺ネズミ、瀬下の、チャンスゴルフっていう。もう大西ライオンさんと撮ってきました。チャンスゴルフ、チャンゴルです。ぜひ。ピンチ。フォトゴルフピンチ。いやいや、そんな戦えるほどもないですけど。いやいや、やっぱ何かしら。あ、そう。はい、そうなんです。それええやん、でもな。チャンスゴルフ。ああ、チャンスゴルフ。ぜひ。それはいいことやわ。ありがとうございます。それはもうちょっと、それはそれで応援していくわ。はい、ありがとうございます。ほんまに。そっかそっか。ぜひ見てください。でも、それはいい。もうセスターほんまにゴルフ好きやからいいと思う。はい、マジで。フォトゴルフ見てる方もぜひ来てください。そうやな。そこはもうお互いに、ね、はい、見てもらって。よし。なんとか。もうセシターさ、パーで大体上がるからバーディー取らなね、ってなるけど、バーディーは俺無理やから、とりあえずパーで、もボギーもあるから、まあそうですね、ね、それでなんとかパー。僕でも叩くときめっちゃ叩きますよ、ほんまに。そうやね、だからそういうときもあるやろうから。ああ、もうよし、 OB2 連射3連射とか。風があれやから、ちょっと左からやね、左から行こう、左から。あ、やっちゃった。あ、抜けました。あるな、あるね、あるね。あ、危ない危ない、変なことなりかけたぞ。これは3オン、3オン1パット目指そう。今日意外とあんな出てなかったのに、ね、で僕の方が出てたの。そうやな、で、うん、どっかで出るよね、お互いね。出ますよね、1個はね、はい、出た時にどんだけ少なくでいけるかやな。そうな、ここ頑張りどこやな、はい、これは。あった、ありました、はいはい。うわ、結構来たけど、振れます。あ、振れんのは振れる、振れんのは振れる。いやいやいや、これ当たるでしょ。当たるでしょ。まあ出すだけやね。タイガー打つしないですか。いやいや、あの気にぶつける。いやいやいや、やばいやろ。追ってアイアン一つ ね、追ってね、それでも一打を取ったタイガー打つ。こんだってこれこうでしょ、絶対当たるもんね、これ、うん、バキやもん。そんなできへんよ、もう。そこフェアウェイ、え、怖いな、でも怖いわ。打つんマジで、うまい、怖いわ。ナイス、フェアウェイ。まあしゃあないね、はい、これはこれはしゃあない、しゃあない。125 125、ありがとう。125、全然なかったな。風がすごいからさ、旗めっちゃ前やから多分。うん、おお、低く。うわー、おー、惜しい。まあいいよね、まあいいよね。低く、うん、あっこからなんとか2つで、2つでいこう。78、すごい風。
やってしまった。下から通すむずいよなこれ。あ、パターすいません。あ、いい、大丈夫よ。ありがとうございます。34ヤード58度、落としどころがむずい。ドン、うまい、ナイス。あー、これがある。うん、バッチリ。まあまあまあ、バッチリです。はい、ありがとうございます。なんとか。よし、パーパットか。うわ、弱いわ。まだまだやね。よいしょ。1、2、3。入れボギーか、俺は。なんとか入れよう。入れパー。入れボギーです。危ねえ。入ったと思ったぞ、今のは。いい転がりでした。ということは、こっちに切れてったの。ちょっと切れたよ。そうやな。ちょっと切れました。まあまあ強めで打ってあれやからな。で、こっちはどうだ。カップ縁。よし、うまい。あー入った思ったな。入った思いました。あ、どんまいボギー、ボギー、どんまいボギーですね。いやー、ね、でももう入りかけばっかりやもんね。外し方がやっぱり違うわ。いや、OK、ダブルボギーでした。そして瀬下さんはボギーと、ボギーですということですね、はい。また開きました。6打差、6打差、残り3つ、2ホール、はい、3つ、2、残り3つ、 OK。諦めてへんで、まだ言うとくけど。じゃあこれをキープ、キープ必死なんよ俺も。俺も必死やけどさ。いや、僕も必死ですから。あのちっちゃい木が池の印ですよね。ああ、266ヤードで、なんか普通にバンカーの左狙いたくなんねんけどな。なんか、なんか近道のような気がする。いいと思います。よいしょ。やった、これは曲げすぎだよ。左巻いた、チーピン、チーピン。まあでも、まあまあ、うん、隣のホールか、まああの山ぐらいか、林の中っすね。大丈夫大丈夫、やった。いやー、アゲアゲやね。インに入れたな、バックが、テイクバック、インに入れちゃった。
あとりあえずもう俺はあの左のバンカーも目指して、はい、右に行こうが左に行こうがいいよって感じ。なるほど。おお、ナイス。いいドロー。どうなの？全然。あっちでもいいかなと思うんだけど。方向。まあ、ちょっと行ってみようか。ね。ハート道までは行ってない。うん。いや、瀬下さんもドローを狙いに行ったんですか。そうです。ね。そうそう。ちょっとクロスにして。あのバンカーぐらいから。そうそうそう。もう6打差あるしと思って。技ありなショット見せようと思ったらあんなこと行きんなよあれ遊ばれてます。ああ遊ばれてます。6打差あるんで。6打差ゴルフはね、はい、6打差も舐めとったら急に縮まるぞ。いやちょっと見せとこうかな。ドローもフェードばっかり見せてたんで。そしたらちょっとチーピン出ちゃうね。俺なんか今あれやね、ドローボールみたいな、まあ、フェードで打ってるけどねまあドローなフェード狙ってたんか。フェードちょっとフェード気味で狙ったら思いっきりドローやね。めちゃくちゃドローしました。全然ね2人とも思っちゃくちゃ。早く運転してくれるか、まあ、フックですよね今の。そうやねドローとかじゃないよねフックやね。確かに普通の打ち方ね。でもええとこまで抜けてるんちゃいます蛍原さん。ああ蛍原さんだからそうなんやね。なんか転がりもあるしいいと思いますよ。一回こっちに行かなあかん感じがちょっと、うん、まあよう分かれへん。左でもいいかなって勝手に決めていったけど、こっちラフでも全然苦しくないです。そうやんね。越えれば、うん、越えればね、うん、わっええー、とこある蛍原さん。あほらねめっちゃええとこある。ええー、とこええー、とこ。セシッタはこっち俺らこっちか隣に行ったかもしれない。この辺かもね、はい、46度で普通にセシッタやったら乗っけてきそうな感じ。グリーン。ゴー、うん、あー強いか。乗れ。よっしゃ、ナイスオン。すごいね。乗りました。あぶねー。この下がね。だいぶ風で。完璧そうやんな、これ。あ、やってもた。台無しだ。うわぁ。やっちゃった。うん。なんか下が硬い感じしたから、転がしでいったけど、よしよしよし、ちょっととっぷりました、うん。寄せたいよね。おうまい。ちょっとなんか一回こっちに出たね。回転かなボールの。こっち垂れなかったっすね。うん、あんまり垂れんかったね。ほんだら。下りに見えるけどな。ちょうど、ね、狙いどこぐらい。大丈夫かな。大丈夫か。いや、はい。もうちょっと僕左から。しっかり寄せよう。10。
いいよ。ゴー。いい。ゴー。あー、惜しい。ナイス。そっから切れるか。あざす。やっぱりちょっと切れたか。ちょっと最後だけ切れたな。風もあるか。よいしょ。取ります？大丈夫ですか？うん、大丈夫大丈夫。入れたいけどね。うまい。くちょっと強いか。強さだけでした。ちょっと強いか。惜しい。よし。残念。すごい。はった。おお。10メーター。10メーター。予報通り。あ、ナイスパー。ありがとうございます。Okay、でも1打がやっぱり違うのよ。ボギーパ あーボギーナイスパー、はい、7個7打差ラスト2。よし、もうこれはもう俺はもうパー、2つとも絶対パー、うん、もうこれしかない。大丈夫ですか？帰らないで大丈夫ですか？帰らないなんで帰らない絶対帰ろうって言うかと思って。帰らないです。なんやったら、うん、もうハーフ18。もう時間ここナイターないんですよ、兄さん、ここナイターないんですよ。18、9つやけどもう一回ここ回ろうこれ9ホールしかないしナイターないんですよ。もうそれやったら朝早くから撮りましょう。やりたい。もういや俺もやりたいっすよ、やりたいっすけどやりたいのなあ、もう子供帰りしてますいやもう負けは負けでいいからやりたいのうん、ナイス。あー、やった、やっちゃった。ゴーゴー。チャンネル登録お願いします。